本日はお足元の悪い中、娘ゆかの告別式にご参列いただき誠にありがとうございます。娘のゆかは24歳という若さで交通事故でこの世を去ってしまいました。二十歳の時に実家を出て東京で一人暮らしをすると聞いた時はものすごく心配になりましたが、娘は東京でこんなにたくさんの方々に愛されていたんだなと、こんなにたくさんの方々愛されていたんだ、こんなにたくさんの男性の方々に愛されていたんだ、こんなにたくさんの男の人たちに愛されていたんだなと、娘は東京で何をしていたんでしょうか。もう少し女性の参列者の方も来られるのかなと思っていましたけども、今のところ男性の姿しか見ておりません。娘は東京で何をしていたんでしょうか。昨日のお通夜に唯一来た娘の親友と名乗る女性も一人で来たのに男性二人と帰っていきました。娘は東京で何をしていたんでしょうか。娘はいわゆるやる線香の匂いをかき消すほどのオスたちの匂い、ただの居酒屋店員である娘の告別式になぜ J リーガーの方々が来られてるんでしょうか。なぜ三代目 J ソウルブラザーズからお花が届いてるんでしょうか。足元が悪い中でこの人数、足元が悪くなかったらと思うと、娘の事故の知らせを聞いて病院に駆けつけた時にもう時すでに遅しでした。警察の方にお父さん見ない方がいい、遺体は見てもいいけど LINE は見ない方がいい、そう言われました。しかし私も父親です。しっかりとこの目に焼き付けようと思い LINE を見させていただきました。今から家来れるという内容の文面が数十件入っておりました。娘の死によって娘の性を知る、親としてこんなに悲しいことはありません。あとちょっとも無理や、俺が。妻の敏子です。私は娘が東京に行ってどういう思いで過ごしていたのかずっと考えていました。きっと
人で寂しい思いをしていたんだと思います。心の隙間を埋めようとしていたんだと思います。私も東京で働いていたことがあるので気持ちはよくわかります。何せ東京はストレスのたまる街です。どこに行ってもたくさん人がいる。いつも満員電車。そんなストレスがたまる一方、娘は心の隙間を埋めようとしていたのだと、そう思います。でも東京にはたくさんストレスを解消できる場所があるんです。六本木に行けばたくさんクラブがあります。そこで男性に誘われてついて行ったのかもしれません。新宿に行けばナンパしてくる男がたくさんいます。そんな軽い男についていったのかもしれません。渋谷の蔦屋前に行けばチャラい男がたくさんいます。そんな男に声をかけられてそのままついていったのかもしれません。中目黒に行けば色の黒いちょっとかっこいいようなたくましいような男がたくさんいます。娘は言葉巧みに誘われてついて行ったのかもしれません。麻布十番に行けばどこぞの社長がわんさかいます。ちょっと金に余裕のある男狙いの時はそこに行ったのかもしれません。表参道と青山の間にはおしゃれな男がわんさかいます。でもそれならもう恵比寿行っちゃえ的な、もう手っ取り早く恵比寿行っちゃったらどんな男でもいるじゃない的な、そんな男の漁り方をしていたのかもしれません。遺伝か。次々と土地土地の男の種類が。巣鴨に行けば。巣鴨まで。巣鴨まで網羅してる。今となっては知る由もありませんが、私の母も戦後間もない傷ついた男性たちを癒してきたと聞いております。完全に遺伝やな。完全代々流れる血や。24歳という若さで死んでしまった娘を本当に不憫に思います。これからが一番楽しい時期なのに。27、8が一番楽しい時期なのに。あれ付き合ったら26やんな。あれ俺がなんか埼玉で同棲しようって言ったらもうちょっと東京で頑張ってみるって言ってた、そういうことねえ。でも娘は幸せだったと思います。たくさんの男の方に抱かれ本当に幸せだったと思います。体を重ね合わせるたびに、ああ自分は女なんだなって再認識できる、それは何よりも幸せなんだと思います。これ誰の感情これ。誰、思います思いますとは言ってるものの誰の感情これ。ポケベルが鳴るのが待ち遠しかった。ポケベル完全にお前の感情やないか。30年前やぞポケベルって。花金が待ち遠しかった。あ、そういや金曜日誘っても一回も遊んだことなかったよな。全部断ってきたよな金曜日。どこ見てんねんおい。何を物思いにふけってんねんおい。何ちょっと笑てるでおい。娘の告別式で笑てるよおい。これ皆様本当に今日はありがとうございました。ささやかですが奥の部屋で宴会をご用意しております。少しばかりのお食事と大量のアルコールを用意しております。何を企んでんのおい。ババア何企んでんねんこら。ぜひ皆さんこぞってご参加ください。あとですね、来年次女のエリが上京すると言ってました。そんな告知すなおい。その時は皆さんよろしくお願いします。絶対行かさんぞ。絶対エリは東京行かさんからな。じゃあ皆さん奥の方へ。いや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 、母さんちょっと処理しとかなあかんもん。母、おいぞろぞろ行くなお前らも。ぞろぞろ。
イニエスタ